はい、始まりました愛知のダラダラショー、今回は327回ですね。本当はですね、別のダラダラジオも撮っていて、でも投稿する予定だったんですけど、ちょっと急遽撮り直しております。でタイトルが、旅立つ人、残された人というテーマなんですが、まあね、多くの方がご存知なように、昨日俳優のね、三浦春馬さんが自殺したというニュースがありました。で、まあ、自分はね、その自分が三浦さんに関してああだこうだ語る権利はないので、その話を掘るわけではないんですけれど、今うちの、動画を使ってくれてる方の中には、例えば、まあ、登校拒否、学校行けてなかったりだとか、まあ、いじめに苦しんでたりとか、ね、ちょっと自殺未遂をしてしまう子がいたりだとかっていうのがやっぱ多いので、そういう子がね。で最近もちょっと結構親しくしてる子がね、自殺未遂してしまったりとかもあったので、少しだけそこに何だろう、思ってることというか、別に着地点を決めてるわけではないので、なんていうのかな、まとまる話ではないとは思うんですけど、なんか話しておきたいなと思ったんではい、撮り直して喋っていきます。でですね、まあそのなんていうのかな、自殺関連の報道が出た時に、まあ、メディアはもちろん、まあ、それを伝えるのはいいんですけど、あーだこーだ憶測を書くじゃないですか。ネット記事もそうですけど、あの某関係者がとかさ、もう本当にどうでもよくて、そんな情報は。そうで、もちろん自分はうちのね、ユーザーの子に生きててほしいって、死なないでくれっていうふうに言うので、自殺はしないでって思ってる人間です。ですけど、まあ、自分自身も学生の時にね、もう自殺志願 の気持ちが強かったし、そういうことをしてた人間なので、気持ちは分かるか分からないかって言ったら分かる方なのかなとは思ってます。もちろん、今回のね、春馬さんのケースにしても、彼らの、気持ちを全て理解できるとか、そんなことは思ってないですよ。思ってないですけど、多少はそうですね。例えばこう、昨日か、音楽の日っていう歌番組があってですね、自分全部は見てないんですけど、たまたまつけた時に城田優さんがあのグリーンの奇跡を歌ってらっしゃって、で城田優さんと春馬さんが仲良かったのは知ってて、もともとやっぱり涙をね、すごい、まあ、こらえながらっていうか、歌ってらっしゃって、まあ、歌詞も歌詞ですからね、歌も歌なので、それを見ていて、こう、こんなにね、あなたのことを思ってる人がいるのに、なんで旅立ってしまうんだみたいなのも書いてあったんですよ。いや、わかるんですよ、わかります、その意見は。そう、結果論としてそう思いますよねとは思うんですけど、でもその負の感情というか、死にたいっていう感情がガッてなった時って、もうそんなこと考えられないんですよね。そうなんですよ、冷静さを欠いて、まあ、逆に冷静なのかもしれないんですけど、でもやっぱそういったところには目は向けられなくて、だから多分普段はなんか分かんないですよ、なんか詳しくないんですけど、まあ、誹謗中傷にもね、さらされてたらしいので、そういうのにこう耐えれてる時もあれば、人間ってそんなずっとフラットに生きられないから、あるタイミングでね、負の感情に侵食されてしまって、周りが見えないというか、そういったところに目が向けられなくなって、そういった自分の命を絶ってしまうっていうことになるよなって思うんですよね。でもちろん今回、ちょっと前のテラスハウスの件もそうでしたけど、花さんの件もそうですが、誹謗中傷なんて本当にクソみたいなもんで、それがダメっていうのはみんな分かってるし、そこを問いたいわけじゃなくて、今回もしね、城田優さんのが見てなかった方は、動画があった、まあ天才なんで、ちょっとごめんなさい、おすすめするのはよくないんですけど、城田優、多分奇跡とか涙って検索すると出てくるかなと思うんですけど、なんか思うのは、残された人ってこういう
感情になるんだよっていうのを思ってほしいというか、うん、そこに投射しろとは思わないんだけど、でもなんかそういう風になるんだよっていうのを思ってほしいなっていうのと、でもさ、でもね、俺がもし学生の時にそれを言われてもどう思うかって、いやいやいや俺のために泣く人なんていないんでって思うんだよね、きっと。そう、親友とかいないからって。俺はもともとすごい友達少なかったんで、そうだからきっと思ってたから。でもひとまずうちのユーザーの子がであれば、俺はあなたの死を知ったらああなるし、って思った。生きててほしいっていう言葉しか言えないのって情けねえなってそれも思ったしね。別に具体的な何かをできてるわけではないからさ、うん、って思いました。自分で死を選んだっていうパターンではないんだけれど、去年、一昨年なのかな、うちの父親の、弟さん、俺から言うとおじさんだよね、が亡くなったんです。自殺ではないんですけど、お酒の摂取量が増えてたらしくて、でそれで病気が発症した発作で自宅で一人で倒れてて、もう見つかった時にはもう手遅れだったっていう。俺そのおじさんすごい好きで、自分の結婚式にも来てもらって、すごいショックで、それが。俺のいとこにあたるおじさんの娘さんねが結婚したんですよ、おじさんが亡くなるちょっと前に。でおじさん離婚してたんだけど、でお母さんが育ててたんだけど、いとこをね、でも仲良くて離婚したと思う。で結婚式にもちゃんと呼んでくれてて、それをすごい喜んでさ電話してたわけよなんかすごい憧れだったし、かっこよかったよねおじさん。もう一度親父もかっこいいんだけど、もっとできたことなかったんかなっつってねそうやって感じる人はいるよ、少なくともな。繰り返しになるけどさ、みんなには俺がそう思う存在でいるからさっていうのがどうしても言いたくてありがたいことにさ、こう見る人が増えて、見る人というか自分のことを知ってる人が増えれば増えるほど、やっぱりこうなんていうのかな、苦しい状況にもなるわけよ、うん、だからこういうこと言うとさ、やっぱり叩かれやすいし、綺麗事言ってんじゃねえよっつって、いやだから自分もあんまメンタルが強い方ではないので、発言がさ昔ほど自由にわーって言えなくなっちゃってる、それも情けねえなと思うんだけど、やっぱ今回に関しては言っておきたいなと思って話しました。しつこいけどこれしか言えんけどやっぱりそれでも生きててほしいなって思うよね俺も頑張って生きるからさ。以上ですということで、ちょっとグタグタになっちゃいましたけどお聞きいただきありがとうございました。また来週はね、元気な花配置でいきますのでよろしくお願いします。